ナんンダブんナマンんブツ無しる天の苦を捨てて無常涅槃を護すること如来二種のエコーの音読誠に写しがたし生んだ仏生んだ,生んだえ、今日は今からあ肖像松輪さん第四十九首についてお話をさせていただきます。えこの第49種は えー、肖像松和さん三次さんの3つ目の塊で、えー、あります、えー、偶法を音読、えー、法にも合うことの音読について算段された五和さんの中の一種でありましてで特にエコーの応、えー、相幻想のエコーを賜ってるつまり本願力のエコーを賜ってるということの音読について ご算断されている5話算4種ございますがその中の第3種ということになります。でこのあさんについてお話をしていこうと思っているんですけど実は一回問いかけたら、えー、くしゃみ何連発も出てしまってですねでこんなくしゃみ出し続けるようになったらこれはちょっと動画としてはふさわしくないということでやむなく取り直しています。 山くくりりししててるるんん。ですけど、ままたくしゃみが出かかも分かりませんこれは私は花粉症はあんまり関係ないんですけど黄砂が降ってるんかなそれとも、まあ、花粉症の影響があるのかもしれませんけども、えー、そういった形でまたお見苦しいところが出てくるかも分かりませんけども、まあ、もちろんこんなもんわざとやってるわけじゃないんですけど、えー、なってしまうかもしれませんのでそれはちょっとご容赦いただきたいと思います。で えー、まあ話に戻りますとそんなわけで、えー、こうエコーの音読っていうことを算段されたゴ和さんの第3種目なんで前後関係ここに至る位置関係前後関係とかは、えー、これ以前のゴ和さんのところで聞いていただいたらいいかと思います。えー、今ははここでは 前の5話算48種との関わりについて高木和上がおっしゃっていることを読ませていただいて前後関係位置関係について学んでいきます、えー、読ませていただきますと「紙に」つまり肖像松葉さん48に「新人の絵がたきことを示せしにより、ね」48種どういった5話んであったかといいますと。 え不思議の仏チを信ずるを報道の因と下えり、信心の聖因うることは敵が中に,な,かになおかたしというね、えー、この5話さんが48種その48種神に、信心の得がたきことを示せしにより、信、ね、心の聖因うることは敵が中に,な,かになおかたしということで、信心の得がたきことを示せしにより、 今はその得たき信心を得ることの音読写し形音読を放射することが難しいことを述べ、えー、これが第49週ということですから頂いた信心についてその信心を得たということを放射するということがその音読を放射するということが 困難であるるとといいうことを述べられてののが今日のご和さんですよとですなわちエコーの音読エコーされた新人の音読を参ずる中、えー、三に第3に音読難者というね四字熟語で言うと音読難者音読語シャスこと仇ということが今日の5話さんの、えー、テーマであり、えー、そして前の5話さんとの前後関係ですよということであります。 え前の5話さん48種っていうのは「信心ってなかなか得られんもんなんや」っていうようなことが書いてあるように見えますけどもそれよりかはえそうではなくってその得難い信心を得させていただいた喜び得させていただいたってことはエコーされてるっていうことで頂き物の信の心をいただけていただけて尊いありがたいことである決して自分が自力によってはこの真,あの真実報道の 正しい種であるようなご信心つまり必ず仏さんさせていただくお浄土に参らせていただくっていうそういう種原因となるような信心を私の自力によっては決して得られなかったであろうせやけどそれをいただきものとしてありがたくも頂戴しているっていうことを算段されているのが これ48八ということやから得がたいのは自力において得がたいしかしその自力によっては得がたいご信心をもったいなくも頂戴しているという喜びを称えられているのが48種ということになりましょう。でその48種を受けまして無視瑠天の苦を捨てて無情涅槃を御することこれは期待することということですね。 それは如来二種のエコーの音読によるものだけれどもその音読ということは誠に放射しがたい感謝し難いものであるということですがこれをですね高木和城は今日の5朝もうちょっと手短に算断して「大今日の5朝の大意」ということでこのように述べてくださっています。 生児の句を免れて、涅槃の楽を得ること、全く如来エコーのたまものなれば、その音読、えー、写しがたきことを述ぶる。今日の郷和さんは、生児の句を免れて、涅槃の楽を期待する、それは期待することができる、必ず得られるものとして、涅槃の楽を。 えー、得ることを期待することができるのは全く如来エコーの賜物でいただきものであるからその音読放射、えーえーえー、あるけれども、えー、その音読を放射するということはこれと,とても難しいことであるということを述べられているそういうご和算ですよということです私が余計なこと言うからちっとも短くならなかったんですけどすいません もう一回大意を私の言葉を交えんて読ませていただくと「庄司の苦を免れて涅槃の楽を売ること全く如来エコーの賜物なればその音読放射しがたきことをのぶ」というのが今日のご和さんの大意であります。え続きまして、えー、この現代語訳によってですね この第49種の全体の意味を一種四行の意味を全体として捉えていきたいと思います。「無視露天の苦を捨てて無常涅槃を護すること如来二種のエコーの音読誠に写し形し」「計り知れない昔から迷いの世界を生まれ変わり死に変わりし続けてきた苦を捨てて 間違いなくこの上ない涅槃の悟りを開くことができると期するのは阿弥陀仏の応相,相幻想のエコーによるものでありその音読はどれほど感謝してもし尽くせない。もし流天の句を捨てて はかり知れない昔から迷いの世界を生まれ変わり死に変わりし続けてきた苦を捨てて無常涅槃を護すること間違いなくこの上ない涅槃の悟りを開くことができると気するのは如来二種のエコーの阿弥陀仏の王相幻想のエコーによるものであり音読誠に写しがたし、 その音読はどれほど感謝してもし尽くせない。もう一回読みます。計り知れない昔から迷いの世界を生まれ変わり死に変わりし続けてきた苦を捨てて間違いなくこの上ない涅槃の悟りを開くことができると気するのは阿弥陀仏の王僧幻想のエコーによるものでありその音読はどれほど感謝してもし尽くせない。 というえー、そういうい翻訳でありますで私この本この五話さん読ませてもった時に、うん、一番最初引っかかったのは何かと言いますとこれ無視流転の句を捨てて無情涅槃を護するこということやからえ迷いを離れて涅槃に至ると期待することができるっていうのはこれは要は、えー、こう浄土に往生するっていうことですよね。 で浄土に往生するっていうことはこれ幻想エコーっていうのはそこからさらにえこう物価を開いてそしてえこ,うこの世に帰ってきてえこう自由自在に人々を救うっていう迷いのものを救っていくその働きができるのが幻想のエコーですから。 そしたら如来の二種のエコーの中で私を仏にさせる浄土に往生させて仏家を開かせるエコーっていうのは王僧のエコーですから従いましてルテン・リンネの,輪廻の苦を捨てで無常涅槃を得させていただくとそういう身にさせていただくっていうことはこれ王僧エコーの働きであって王僧エコーの まことに写し形になるはずなんだけれどもどうして幻想のエコーも含めて如来二種のエコーなんでしょうねということは私が最初に疑問に思ったところであります。皆さんこれはどうお考えになりましょうかということをポイントにしてお話を進めていこうかなと思いますけれども、えー、まあそほどそれに先立ちまして高木和條 この一種四行の中で難しい言葉大切な言葉について解説をしてくださっていますのでこれと合わせて見てまいりましょう1行目ルテン・ルネのルテン・リンムシ・ルテン,ルンの句やムしルテン,ン無天の句という言葉ですねこれはいつが始まりともわからぬほど古より六道を流れ転じている 生じという苦の結果ということが無視る天の苦ということですね。苦という結果がもう出てるわけですね。で私この「無視始まりがない」っていう言葉にいやこう非常に思い出があってですねこれどうしてかよって言ったら流大に入れていただきまして勉強させていただくようになりまして。 1>, で1年生の時仏教学っていうあの講義がございましてその時に「無視」っていうことを初めて聞かせていただきました始まりがない過去から私たちは苦しみ悩み続けているしでこう言うたら世界の生成とかいうようなことでもやっぱ「無視」以来っていうことになるんでしょうねその「無視」以来迷い続けてきている自分始まりがたどれないほどの昔から苦しみが続いているんだ で最後で私の苦しみいうことになったらそんなことやなくってもっとちっぽけなもんでしてあいつと出会ったからこんな苦しみにあわんなんとかねあの時はあんなことさえなかったらこんな苦しみに出会うんですんだってねでそれが私の苦の,苦の根源でさ <laughs> で全部人のて人を他人のせい。<laughs> そうやけどあそういうことではなくて始まりがないいうことになったらですねそ,のそんな何かあいつのせいやこいつのせいやってわけじゃないんでもっと昔からっていうことですねああそ,そんな時から苦しみが始まってるんやいうよないうことを、えー、こう18歳の時三川先生から聞かしてもろってそれが仏教の考え方なんやって聞かしてもらった時にああと思いましたよねで。それはすごい印象に残っ,とって、で 三回生、三年生の時にやっぱりまた <coughs>、えー、浅田昭博先生から無視ということについてお話聞かしてもらってそれはちょうど線路みたいなもんやなってねで線路を言ってね、ずっと向こうまで続いてるわけですね、その線路の果てが見えるかって見えなくて線路がこうなっていてで、やがて線路こうなっていって遠くになったらやがてピッ 一個の点になななって見えなくなるんだですだけど自分の目から見たらあの一個の点になっている線路のこうなっているところのこの点がしか見えないんだけど明らかにあれよか先があるわけですでそうすると私が見えているあそこっていうのは生まれてきたぐらいのところまでしかたどれないでしょ。 そういういこたどれないけれどもあの向こう側に線路があることは間違いないわけですから走っていったら行けるわけだからねあそうすると私の目で見える区の根源いうのはあるポツンと見える一点線路の一点であるわけですから私に見えるとこはそこまでであるということです。 でそんなことをねやっぱり滋賀県にご縁があって来させてもろてで琵琶湖の湖周道路琵琶湖の周辺の道があるんだけど琵琶湖をぐるっと回るような道があるんですけどあれ見とったら確かに地球丸いなということは見えてまいるそれは何かよって言ったらね琵琶湖を挟んで私は湖東湖の東側琵琶湖を挟んだら向こう側が えー、個性といいうか地域になってまいりまりすそしたら個性の建物がですね、えー、例えば何階建ての高いビルディングがあったとしたらここから二根元があってここに地面があるはずないけどこの地面は見えませんね高いビルのこの辺ぐらいから見えてきますね、えー、つまり琵琶湖の枯水によって隠れてるんでこの下のここが見えてきません向こう側の地面見えてきません は琵琶湖がこう隠しててそれは取り物直さず地球が丸いっていうことの一つのねこうこう明らかに見えるもんなんでそれは視覚的に地球の丸さが確認できるもんなんですけども向こうが向こう岸の根元は見えませんえ地上は見えません。 やっぱり物事を見る自分の目の限界っていうものをやっぱ見ざるね認めざるを得ませんからそしたら自分の苦しみの根源っていうのはもう過去でどこまでたどっても見えないような自分の目では認識できないような自分の想像を超えているような昔から自分が苦しみの根源を持っててその苦しみの根源によってそこ元から積み重ねられてきた。 業と言いますかそういったものを積み重ねてきてそれが今の私の苦というものの原因になってるんやなということを考えたときにその時にですね、えー、こうやっぱり自分の力によってそのたど自,自分でたどれる苦についてはもしかしたら解決できるかもしれないんですよ。 えー、あいつと出会わなければというと言ったら人間関係を改善していくとかあるいは考えないようにするとか、えー、そんなことはあるでしょうしある時あれさえなければ言ってもね起こ、えー、って終わってしまっていることやからそれも諦めなきゃしょうがないじゃないとかあるいはそれをできてしまったことによることはそれ解決できることは解決できることもあるかもしれないし実際できるもの部分もあるわけです。人間関係も 改善できないかもしれませんけど改善できるところもあるわけです。そう思った時にですねあの自分の見えてる苦の原因っていうのは浅はかなもんやなと思いますが見えないところから始まってる原因っていうことはこれ本当に厄介なもんでこれ自分でどう誤することどう動いてもどうしたって解決できるもんじゃないっていうそういうこうお手上げ状態の。 え苦の根源が見えないような苦を抱えているのがこの自分だなあということをやっぱこの「虫」っていう言葉「無視る点」ずっと始まりをたどれないほど昔から迷い続けてきた自分っていうこと、えー、この今自分がここにあるっていうことは苦の結果、えー、高木和條がおっしゃってる「生司」の苦か苦,苦という結果がここにおるわけですわ。そ 苦しみ、煩悩、丸がかゆか、煩悩成就。<laughs> 煩悩成就というは、煩悩をかけめなく身に備えているということですで。だからこれ全部煩悩なんです <laughs> 全部。全部煩悩の私が、その全部煩悩というものを、全部、あるぎり煩悩という状況を捨ててですね、で、2行目、無常涅槃ということですね。無常涅槃この上なき涅槃の悟りを開く。 えー、すなわち仏家のことという手、えー、書いてございますがこの仏家について2つの捉え方がありますよね。お釈迦さんが今南方仏教とかああいったことで説かれているこうお釈迦さんはそうだったんだろうなというのはこうう無用へ涅槃という言い方でそういう苦しみのチェーンから完全に解き放たれて苦しみの鎖から完全に解き放たれてもう二度と輪廻しないこと。 輪廻の世界から外れていって消えてなくなるっていうことがこの「涅槃究極の涅槃ということであってこれを無用へ涅槃という言い方をしますつまりもうこの世に帰ってこなくて消えてなくなることが涅槃の最終目的ですよっていうね仏道の最終目的でそれが涅槃ということでありましたところが大乗仏教に入っていきますとそうではなくて えこう苦しみにあるものをこう見捨てないでずっと、まあ、例えば無料受教無料受物という言い方が典型的にそうですが。 苦しみに悩んでいるものはずっと無視以来苦しんでいるわけだからずっと苦しみ続けるとでずっと苦しみ続けていくはずのものを救っていくためには無料の命を持ってなければいけない無,料の無限に迷い続けていくものを救うためには無限の命を持っていかなければいけなくてその無限の命を持っているものが無限の 救済力を持って働いていかなかったら無限に苦しみ続けていくようなものを救い取ることができないつまりここでいう無常涅槃ということは無限の命を持って無限の能力を持って人々を救い続けていくという えー、そういう寝飯のありようを無重症寝飯というようなありようでもありましょうし、うよえ寝飯というような、あこう、これ、うよ寝飯ちょっと意味違うな、ごめんなさい、えー、こう、えー、無重症寝飯という、寝、え、飯、ー、にとどまらない、寝飯に安住しないで救いを救済し続けることはあ、ねえー、住居のない寝飯という言い方もできましょうし、 それから涅槃にとどまらない涅槃を住所としないという言い方もできましょうけれどもそういう無住所涅槃ということを最上の目的とするようなそういう無常こう人々を救い続けるということこれが2行目の「無常涅槃そして「誤する」ということはこれ期待するっていうことです。で えー、期待するっていうことは、えー、まだあ結果が伴ってないいうことですよね期待するいうことはねで、えーえー、子どもの将来に期待するっていうことはまさにそれがそうですね今子どもの将来に期待するやからまだ小さい子どもは小さい幼いわけですね、えー、その子が立派になってくれたらいいなということが将来に期待するということで。 期待することは必ず将来に向けての言葉ですからその将来の期待の仕方にやっぱり必ずそうなっていくということははっきり分かっていることを期待する場合とどうなっていくか分からないことを期待するということの2通りがあるわけですねつまり、えー、無常涅槃を誤するの「誤」いうのは必ずそうなっていくということを期待するのかどうなっていくか悟りを開けれるのか、えー 人を救い続ける存在人を仏にさせていく存在になるようなであるような仏さんになっていくのかということは必ず決まっているのかあるいはどうなるかわからないのかっていう二通りの期待の仕方があるわけだけれどもここではですね欠如用語っていうことで必ずそうなっている欠如する。 決まり定まっていることを期待して待つということを四字熟語で「結を用語」っていうんだけどもえここで期待するというのはどうなっていくか分からないようなものを期待するんやなくって必ず仏さんさせてもろって思うがままに人を救う思う通りに人を救う仏になっていくということをやれこう今は迷いの存在であって。 生成寿という位であるけれども正必ず仏さんになることが定まった身である逆に言うとまだ仏になってないんだけれども生成寿という立場によっておいて仏になることを楽しみに待たせていただくということが無常涅槃を誤するということであります。 えー、そして、えー、問題にしました「二種のエコということで、えー、これそうやって仏さんさせてもらえる「少女樹」の身に今あるということですねそれだけやったら「王相エコだけでよろしいお世話ということですけどもここでどうして如来二種のエコなんかっていうようなことですよねこれについて高木和尚は深掘りしてくださっていますでそれを読んでいきましょう。えー 二種エコーというところについて「生じる天の苦を捨てて無常涅槃の妙果を売ることは王相エコーの利益である」ねえー「浄土に往生させるゆき生まれることをエコーさせて,ていただくということやからこれ二種エコーの中の王相のエコーだけでよろしゅうせん」でしかるに 今、二種のエコーによるとなすこといかんというに <laughs> どうして二種のエコーなのかというとつまり、けだし、大草幻草の二種は、真、えー、一年に同時にエコーされるもので、えー、引き離すことはできないものである、ね。紙の裏は表みたいなもんで、表しかない紙はないですよね。 で引きき離すことはででないものである <coughs> つまり王相と幻想はかなうセットになっているんやと。切れるもんはないんやえされど主情の身にえ権限するうう上よりすれば、まず王相を得て後に幻想の有を起こすのである。幻想の働きいうのは浄土に往生、えー、してその後に、えー、出てくるものである。 けれどもそれだけど現象においてまず応相ということを得ていく現象において応相ということを得て時間が経って後に現象の働きをなすものであると既に応言二種のエコーをまっとうずる真になればこそ えーえー、よく無常涅槃を売ることができるのであるというふうにしてこれ時間の、えーこうえー、経過ということとそれから大騒、えー、と幻想が不具、えー、であるというね、えー、不足不利であるという、えー、ちょっとごめんなさい不足不利を言い方間違ってたかもしれないけどちょっとごめんなさいねごめんなさい とと、えー、い,いうことですよねだから不可分で王相だけあるもんじゃなくって神,の神に裏と思ったら必ずあるように必ずあ王相には幻想が伴う幻想には王相が伴うということであります。ね、幻想に王相が伴うということはこれはやっぱり、えー、幻想の働きの中に誰かを導いていくことは必ず出てきますから。 やっぱりこう「大騒」と「幻想」ということは「大騒」は必ず「幻想」を伴い「幻想」は「大騒」を伴っていくということになりましょう。そういう解釈もできるんかなと思いますけれども、うん、私はそういうことこれ4行目の「音読誠に写し型詩」これも。 音読なかなか放射することができにくいんやっていうようなことではなくてすでに放射させていただいてるっていうふうに取っていきますからでその私の見,か見方からそしてこれまでも何回かお話をしていることなんだけれどもこの如来二種のエコーっていうことはこれ結局お名号に出会っているっていうことなんだと。で お名号に出会うということが如来日種のエコをお名号を賜っているということでお名号を、えー、こう賜っているその音読,を誠に写が音読誠に写しがたしつまりお名号を唱えさせていただく南蛮大仏と放射のお念仏を唱えるということをすでにさせていただいているということをおっしゃっているわけですね。で えー、その幻想をということについてここで何で幻想も含まれるのかということについて考えたときにですね、えー、この如来二衆エコーモンという、えー、こう生業親鸞上人のお商業の中にですね22がん第22がんが引かれていましてこれは幻想エコーのがと言われているものなんだけども幻想エコーのがの中の所持、えー、の行もろもろの知の行 えー、諸事から十時までの菩薩の行ということになりましょうけれども諸事の行厳泉死っていうところがあるわけだけどもそこに如来日主え行門とその遺本とともにですねどういう誤作文があるかとってたら寛義時な理由っの諸事の行の諸事のところ諸事の行という死のもろもろの地のところに如来日主え行門とその遺本は両方とも なり言って誤作があるんですよえつまり所持諸々の地いうことはですね所持から第十字までのさまざまなステージのさまざまな菩薩の段階のさまざまな段階の菩薩の行が現前す目の当たりに示してくださるっていうことなんだけども。 所持、ね、から十時までのさまざまな菩薩の行という、えー、人を救う働き菩薩行じゃなくてじゃなくて、えー、そういうふうにしてさまざまなステージの菩薩ということではなくて「もろもろ」という「自由」って書いて「もろもろの自由」って書いてあるのはこれは慣疑児だ慣疑児なし、えー、こう龍樹菩薩が悟られたとされる。 諸官議事っていうことですこれはなあの諸字もはあの始まりっていう時の書、えー、も日本語では書やからなかなかこれ、えー、口で言うのは難しい言葉なことなんだけども書議事イコール書事なんだよと諸々の知なんだよとそうしたらですね、えー、こう諸々の知いうのは議事書字のこと賢書議事なんだと そしたら、えー、それにあと行というものが含まってきますからそしたら所管議事の行管維持の行というのはこれ何かとっ,ったらお念仏何万唾仏唱えるっていうことなんですね。で何万唾仏唱えるっていうことが幻想菩薩の行であるっていうことですわ。 高いステージの菩薩が初時から十時までの高いステージの菩薩さんが各段階のステージの高いくらいの菩薩行をさまざまに行ずるさまざまに行ずるということではなくて所管時議事の行つまりお念仏を唱えるっていうことが幻想菩薩幻想エコーの幻想 エコーによって、うんえー、そして幻想菩薩の行なんやいうことです。幻想菩薩の行とは何万大仏とらえること以外ないんやということです。お念仏をとらえるということが幻想のエコー、幻想の,、えー、の行やいうことです。幻想の働きやいうことです。で、そう思った時にですね、えー、こう如来日種のエコということ、これ結局ですね、こう如来日種のエコというのは明号だよって言っていましたけど、 妙語を音読を写すとをといこ唱えるということやから妙語を唱えるっていうことの中にもうあの如来二種のエコーを放射するっていうことがあるんでだ,だから妙語を唱える中にそれを人に聞かせてでそのこう何万大仏唱えることによって聞かせるということにもう二種のエコー全部含まってるんだよっていうふうに。 私はそんんなふうに解釈してるんですで。その解釈で自分で勝手に解釈してるわけじゃなくて今言いました如来二種絵とお及びその絵本の、えー、諸々の治恵ところがあそこが漢義時というふうに誤作文があるところによって、えー、こうお念仏唱えるということは自分の往生浄土の行合としてそれが確定しているということでありそしてそれが取りも直さず 幻想,ええ幻想菩薩の行であるっていうことをその2つの意味がお念仏を唱えるということの中に「王相」と「幻想」ということは2つとも含まっているっていうことそれが「放射の行」であるということその「放射の行」ということは難しいことだけど今すでにさしてもらっているんですよということをえこのごあさんでおっしゃっているものと私はいただいております。 でえ続きましてえ高岩城じゃないわ浅岩城の御品を仰いでいきますがまたちょっと鼻水が出るかもしれませんがちょっとそれはご容赦してください現代語訳ですいつ始まったかもわからない遠い過去よりの迷いの世界をさまよう苦を捨てて浄土に生まれてこの上ない悟りを得させていただき無限の利他活動をさせていただくことは 如来の応相幻相の二種、エコー法によるものです。だからこのご恩は本当に感謝しきれないのです。えー、無限の利他,利他活動をさせていただくということはね、えー、これはも、ま、う、あ、物揃える以上の無限の利他活動なんてあるわけないじゃない。ねえー、そういうことです。うん、で えー、続きまして購読を読ませていただきます。えー、先の第46種では否定的な表現をとりながら王相幻想2種の絵工法によりにありがたいものはもう迷いの世界を巡り続けるということはないのですという強い喜びが語られていると述べました。と、えー、46種です。 幻想のエコーにもう合わぬ身となりにせばルテンリンネも際もなし区会の沈林いかがせんというのが46種でそこでも申したように、えー、これ否定的な表現を取りながら、えーえー、強い喜びを語,れ語られておりましたですよね。 えー、そして、えー、この和さん今日の49首ではこの和さんでは無より迷い続けてきた実が無常涅槃に生まれることについ生まれることに心を落ち着かせていただく実となったことは如来の2種の絵工法によるものですと第1句より無死流天の苦を捨ててと生死出理の実となった喜びを表されます。 正常時の位にいいたととうことを表されますまたこのお和さんは前の2子を受けて仏知不思議を信ずる身となりあ愛がたき法にお実りに今あ愛,愛得ました会うことができましたと難心の法であるからこそ今愛得ている喜びを語っています。 新人松ののをを示されます新人松のを示さされれまますすところでこの和さんの深い喜びは無視より流転してきたこの身であったという私の本当の姿に気づかせていただくことに関わりがあります。 禅道大師は勘業所の人心弱において私は無視よりこの方迷いの世界を流転し続けてきた身でありますと告白されてその私が必ず阿弥陀仏の眼力に乗じて浄土に往生すると気と法の二種人心を説かれます親鸞上人はこれを受けて一切の息とし生ける者は 迷いの世界を露天し続け生事を修理することなど不可能な身ですが元力によって完成された名も阿弥陀仏の名号を問診するところ救いの身と定まることを明らかにされます。えー、この二種人心および三心の法義弱ですね。 二種、えー、人心の方は勧業禅道大師ですし、えー、三神の法義弱のところはこれ親鸞上人の御、えーえー、本殿に出ております。で、えー、私たちは深い悲しみや苦しみの中で立ち止まり自分や人間の本当の姿を顧みる時言葉では表すことのできない深い闇を抱えた 自己中心の存在であることに気づきます全て順調に事が運ばれている時には全く気づかないのですがむしろ深い挫折の中で私の世界に気づく時苦しみの世界を流転し続けてきた実が思われますこの実が如来の二種の絵工法に愛をうことにより 浄土に往生して無常涅槃を悟らせていただきあらゆる人々の導き手とならせていただきます無常涅槃を御するとは無常の、えー、涅槃の世界浄土に生まれて御霊如来と同じ悟りを得させていただきますさらに無限の利他活動をさせていただくのです悲しみを抱えながら苦しみの中でも 苦しみの中でもがきつつそれがまた念仏のを教えと愛・応・縁となって私を大きくお育ていただくことになります。ここで音読誠に写しがたしと放射の心を表されます絶望的な挫折であったと考えられていたことがそうではなくてこの世に命を賜り 無限の活動をさせていただく大きな喜びの身とならせていただくいただいたのです。本願力の働きにただ念仏申すばかりです。えー、ということであります。えー、まあ、あこういつもながら、本当にこう、浅、え、井、ー、先生のね。 ご知らないとは深くそしてありがたいもんですわ、うんえー、そういったことですがちょっと今日は鼻水が出続けたんで今日はちょっと見苦しいところをたくさんお目にかけてしまいましたけれどもまあ,、まあ、あそれについてはご容赦頂きたいと思いますあ今日はこれで終わります。